アンドロイドスマートフォンで動作する Google アシスタント Apple TV のリモコンユーザーは視聴コンテンツを見つけるため AI アシスタントのシリに質問できる AI アシスタントの Alexa が動作するスマートスピーカーの Amazon Echo r t u バーチャルアシスタントは個人のタスクまたはサービスを実行できるソフトウェアエージェント AI アシスタントと呼ばれることもある2017年時点で AI アシスタントの性能や使用法は急速に拡大しており、新製品も市場に登場している。2017年5月のオンライン調査ではアメリカで最も幅広く使われているのは Apple の Siri で2以降は Google の Google アシスタント、Amazon の Amazon Alexa、Microsoft の Microsoft コルタナという結果になった。これらのアシスタントが動作するスマートスピーカーの使用法は 根本的に異なっている。アップルは2017年6月までスマートスピーカーの発表すらしていなかった。アップルとグーグルは各社の OS が搭載されている大規模なスマートフォンのユーザーを持っており、マイクロソフトは Windows がインストールされている多くのコンピュータがある一方、アレクサはネット通販の商品を注文できる最初の AI アシスタントとなった。 デジタル音声認識を可能にした最初のツールは IBM Showbox で1961年の市場投入後1962年にシアトル万国博覧会で一般公開された。その20年後の1981年に最初の IBM PC が発売され16の音声ごと数字0から9を認識することができた。 音声認識技術の開発における次のマイルストーンは、米国国防総省とダーパの相当な支援を受けて、ペンシルベニア州ピッツバーグのカーネギーメロン大学で1970年代に達成された。彼らのツール、ハーピーは約1000語を習得した。約10年後、同じグループの科学者が個々の単語を分析するだけでなく、隠れマルコフモデルによって、 単語シーケンス全体を分析できるシステムを開発した。従って音声認識ソフトウェアを適用した最も初期の AI アシスタントは自動音お及び医療用 IC レコーダーであった。1990年代デジタル音声認識技術はマイクロソフト、IBM、フィリップス、ラーンウトハウスピーが顧客向けに競争してきた PC の特徴となった。かなり後に 1994年の最初のスマートフォン IBM サイモンの市場投入は今日の AI アシスタントの基盤となった。スマートフォンに搭載された最初の現代の AI アシスタントはシリであり、2011年10月14日に iPhone4S の機能として導入された。 アップルは、ターパと、米国国防総省から資金を調達している、研究所、SRI インターナショナルの、スピンオフ企業である、シリインク、を2010年に買収した後に、シリを開発した。バーチャルアシスタントは、以下の方法で動作する一部の AI アシスタントは、複数の方法で利用できる。Google アシスタントは、Google、アロアプリのチャット機能とスマートスピーカーの、 Google ホームで音声を通じて利用できる。AI アシスタントはユーザーのテキストまたは音声入力を実行可能コマンドに一致させるために自然言語処理を使用する。多くは機械学習を含む人工知能技術を使用して継続的に学習する。声を使って AI アシスタントを起動させるには起動ワードが使われる。起動ワードはアレクサや OK。 Google といった単語などである AI アシスタントは Amazon Alexa のように様々な種類のプラットフォームに搭載されている AI アシスタントは多種多様なサービスを提供することができ特に Amazon Alexa と Google アシスタントのサービスは2017年現在も増加し続けているこれらには以下のようなサービスが含まれるアシスタントのプラットフォームで動作するアプリを 第三者が開発している。ソーシャルロボットには対話エンジンや音声認識エンジンと共にバーチャルアシスタントも搭載される。最も広く使用されている AI アシスタントを動作させているプラットフォームは他のソリューションにも使用されている。以前の世代のテキストチャットベースの AI アシスタントではアシスタントはしばしばアバターとして表示され、これは具現化 AI として知られていた。 AI アシスタントによって可能になったデジタル体験は最近の主要な技術進歩と最も有望な消費者動向の一つであると考えられている。専門家はデジタル体験はより多くの人が魅力的とされなくても本物の体験に匹敵するステータスを達成すると主張している。頻繁に利用するユーザー数が多く世界中のユーザーの AI アシスタント数が 大幅に増加している傾向が確認されており、2017年中頃には AI アシスタントを頻繁に使用するユーザー数は世界中で約10億人と推定されている。さらに AI アシスタント技術はもはやスマートフォンアプリケーションにとどまらず多くの業界に存在している。すべての分野の企業の重要な研究開発費とモバイル機器の実装の増加に対応して、 音声認識技術市場は2016年から2024年の間の年平均成長率が34.9%で世界的に成長を続け2024年には世界市場規模は75億ドルを超えると予測されている。BYOD と法人携帯事業の重要な影響により市場リーダーの地域分布を考慮すると北米の企業は 今後数年間は業界を独占すると予想されている。さらに、スマートフォン支援プラットフォームに対する需要の増加は、北米の AI アシスタント産業の成長を、さらに促進することが期待されている。アジア太平洋地域の AI アシスタント業界は、北米市場と比較して規模は小さいものの、主要企業がインドと中国に拠点を置いており、2016年から2024年の、 期間で年間成長率40%で成長すると予測されている。ありがとうございます。